この辺か。白髪赤眼の悪魔みたいな能力者が現れる場所は。なんでも誰も指一本触れなかったっつう話だ。そんなすげえやつ、今から会うのが楽しみだな。さてと、その能力者が現れるまでのんびり待つか。そういえば情報をくれたあいつなんて名前だっけ。内臓だか横須賀だか、なんとか横須賀のもつ鍋屋。おい邪魔だ、どけ。あ、ああすまんすまん、考え事して道塞ぐなんて根性足りてなかったな。そうかよ、次からは他でやれ。ああって、あ、あ、その髪と目は。え、何か言いたいことでもあんのか。おお、間違いねえ、お前だな、白髪赤眼の悪魔みたいな能力者は。ああ勝手に妙な呼び名つけてんじゃねえよ。俺はかっこいいと思うけどな。ま、そんな些細なことはどうでもいいか。お前だろ、この辺りの連中を蹴散らしてる能力者ってのは。そういうことか。あれはバカどもが勝手に絡んできて自滅しただけだ。うせろ、復讐だの敵討ちだのが目的なら見当違いなんだよ。あ、何の話だ。ち、適当な噂に食いついたただの物好きだったが、何にせよくだらねえ時間の無駄だ。アバよ、算して。待てよ、俺の話は終わってねえぞ。ええ、直接会って確信した。話に聞いた通り、いや聞いた以上にすげえやつだって肌で感じる。お前なら申し分なさそうだからな、俺と勝負してくれねえか。物好きの中でも飛び抜けたバカだったか。知ったことかよ、算して。てめえの都合に付き合わせてんじゃねえよ。いきなりだってのは認める。だがそこをなんとか頼めないか。ふざけんな、自分の勝手を他人に押し付けるんじゃねえ。根性はありそうなのに、なんでそんな気合入ってねえことばかり言うんだ。ああ何が言いて。お前俺を突き放して遠ざけようとしてるだろ。もしかしてなんか迷ってるのか。勝手なことは抜かしてんじゃねえ。自分の選択は常に正しいとでも思ってんのか。その程度の頭で他人を決めつけてんじゃねえぞ。お前みたいなクソ野郎がいつか思い知るんだ、自分が進んだ先がクソみてえな道だってことにな。それとも何か、お前は自分がやったことが許されないとしても後悔しねえのか。なるほど、その問いかけがお前に見えた迷いの正体か。そんなの答えは決まってる、当たり前だ。それが自分で選んだ道なんだろう。何が起きようが根性で何とかするんだ。間違ったなら根性でやり直す、くじけたなら根性で立ち上がる、許されないなら根性で償う、それが根性のある生き方だろうが。どうした、なんか面白いことでもあったか。ああ笑えるぜお前、俺に偉そうに説教してきたのはあのクソ野郎以来か。上から見下してんじゃねえぞ、さして。クソってらが気が変わったぜ、来いよ遊んでやる。なんだかわからねえけど根性入ったみたいだな。お前の迷いで揺らいだ根性を見極めさせてもらうぜ。根性なんて非科学的なもんを振りかざすバカが上から物言ってんじゃねえ。そりゃ聞き捨てならねえな。ならまずは根性ってやつを見せてやるよ。
だったらそれごとねじ伏せてやる。おう、やれるもんならな。超すごいパンチ。格の違いが分かったかよ、さんして。ああ、よく分かった。お前にはすげえ根性がある。それは迷いを打ち破れるぐらいのもんだってことがな。チッ、負けた奴が人を測ってんじゃねえ。はは、確かにな。今回は俺の根性が足りなかった。だが次は負けねえ。次こそ本物の根性をお前に届かせてやる。根性を入れ直してくるから楽しみにしててくれ。またな。好き勝手抜かしやがって、何なんだあいつ。ありえねえ。もう届いてんだよ、クソったるけ。